今日も各地で厳しい暑さになりそうです。東京は2日連続の猛暑日となる可能性があります。まずその原因、天気図見てみますと、今日もですね、この西日本の南の海上に高気圧があります。かなり勢力の強い高気圧でして、これが西日本や東日本の主に太平洋側を覆う形となります。これによりまして上空の温度もかなり高くなる予想なんですね。こちらが今日の15時の上空1500メートル付近の温度の予想なんですけれども、こちら21度のラインが東日本中心にかかってきます。上空1500メートルの21度となりますと、これ晴れれば最高気温36度くらいの目安となりそうでして、この東海地方を中心に関東などにもその影響が及ぶということになるんですね。その結果、東日本エリアの天気アイコンと気温の予想をご覧いただきますと、各地とも、今日は広く晴れます。山沿いの一部ですね、午後の夕立も山沿いの一部ぐらいでして、気温を大きく下げる要因はあまりありません。その結果、東京ですとか甲府、名古屋が最高気温35度予想です。その他関東の北部でも32、3度など、各地でかなり暑くなりそうです。今日も熱中症に関しては厳重に警戒をするようにしてください。